一文字や、数スクの店舗店の様子炙り餅一文字や、数スクは、京都府京都市北区にある和菓子店。今宮神社の旧山道にあり、炙り餅だけを提供している。創業は、平安時代中期の長方2年。2020年現在、飲食店としては、日本最古の老舗であり、いわゆる、千年企業の一つである。店名の看板表記は、一文字や和助あるいは、 炙り餅市はとも表記され、通称は、市は。前述の通り、一文字や和助とも、一文字や、数タスクとも書き、正式表記は不明である。一文字や、数タスクの歴史は今宮神社の歴史に重なる。今宮神社は994年に悪役退散の祈願をしたのが始まりで、祈願には竹が使われ、餅が備えられた。1000年、 初代はそれらを参拝者に振る舞ったのがのが始まりと言われている。あるいは初代が高隆史寺の名物、おかちんを今宮神社に奉納したのが始まりとも言われている。今宮神社は悪役よけの神社で一文字や、数多クの炙り餅も薬病よけの餅と言われる。建物は複数の建屋が密接していて古い方は、元禄年間、新しい方も大正時代のものとされている。 店内には直径3メートルもの大きな井戸があり、この井戸は平安時代からのものである。ただし衛生上の問題で現在は店内の別の井戸で汲み上げた水を使っている。同店が提供している炙り餅は一口大の餅を竹串に刺してきな粉をまぶして店頭で焼く。焼き色がついたら皿に乗せほんのり甘い白味噌のタレを垂らす。一文字や数たすくでは 炙り餅を作るのは店の女性の仕事だとされる。店は今宮神社の旧参道にあり、ほぼ同じような炙り餅を出す店が向かい合わせに立っている。北側が一文字や数多クで元祖を名乗り、南側はこちらも創業以来400年の歴史を持つ飾り屋で、飾り屋は本家を名乗っている。両店の炙り餅はほぼ同じように見えるが微妙に味が違うという。 2013年現在、炙り餅は、一人前一皿13本で500円。定休日は水曜で10時から17時までの営業。一文字や数多クの店舗は、京都市の景観重要建造物に指定されている、認定番号第1号。京都市では、その認定理由を、今宮神社東門へと続く三景道の、通り景観の形成に、重要な建造物である。 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課としている公式フェイスック。ありがとうございます。